ど,どう思いますか自分のその価値観、自分のその恋愛観と合いますかうん、うん、同じランキングはどうですか同じですかまあちょっと私あの、変な人なので私に聞いて大丈夫か分かんないんですけど。<laughs> はい、じゃあ、日本人としてじゃなくてミ、うん、くさんの <laughs>。私が、はい うん、好きなタイプは好きなタイプ好きなタイプっていうかね、うん、好きになりやすい人の共通点はちょっと変な人ちょっと個性的な人あはははいはい、はいそそうそう人と違う人うんなるほどうん、うん、人と違う人に惹かれることが多いあーなるほど、うん、でもそれはなんか 日本人の女性の人は結構そのなんだろうな <laughs> あんま変わった人は好きじゃないですよね変な人は好きじゃないですよね確かに,確かに真面目な人とかそう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 へ、うん、えー、落ち着いてる人とかが多分日本の女性のタイプだと思うんですけど、うん、私はちょっと変わってる人の方が一緒にいて面白いあ確かにねそうかもしれません,うん,うん、うん なんかみんなと同じように生きてる人じゃなくて、はい、さっきしゅんさんも言ったように本当、うん、自分の道を進んでる人が魅力的だと思いますね。ちょっと似てるかもしれないな確かに僕もそう思って、うん、今まで付き合った付き合った人付き合ってきた人を考えてみると、うん、確かに普通じゃないかもしれないですね。うん <laughs>、うん あとは、ううん、笑いのセンスが合う人。ああ、笑いのセンス、確かに。うん、これ大切ですね。うん、いや、もう、うん、毎日笑えるじゃないですか。笑いのセンスが合う人だったら、楽しいそれって幸せ、うん、楽しい。確かに、うん。結構大事かな。うん、でも、どうですかその、うん、なんだろう。日本人の,その笑いのツボと、うん、 外国人の笑いのツボって、うん、ちょっと違いますよね。確かに違うかもしれない。どうですか、うん、でもね、あのー、私、イギリスとかオーストラリアの、うんあのー、皮肉ジョーク、はいはい、アイロニックジョークはちょっとわからないんですよ、はい、時々。本当に本気で言ってるのか、冗談で言ってるのかわからない時が。 すごいわかります、僕も。うん、でも、基本的になんだろう、はい、アメリカ人とかヨーロッパの人とかは結構同じタイミングで笑う人も多いから、あ<ー>人によるのかな人にはよるかもしれませんね。そうそうそう。僕もわかります、そのイギリス、人オーストラリア人の皮肉は、いつも真剣に捉えちゃうから。そう。<laughs> ちょっとね。<laughs> 難しいですね。<laughs> そう。そうなんですよ。なんか最後まで本気だったのか冗談だったのか分からないまま終わるみたいな。なんか <laughs> そう、分かります。はい、そう、でもみんな笑ってるから合わせて、は <laughs> はって笑ってる。<laughs> いつも。<laughs> なるほど。なるほど。そ<う>そ,うそれは大事ですねで。笑いのツボは大事かもしれませんね。うん、そうですね。おもし日た毎日楽しくて、平和、うん だといいと思うのでなるほど,なるほど、うん、あ,あとはねあの私冒険が大好きなんですよいろんなところに行くのが好きなのでんか例えばずっとうちにいるあのインドア派の人より、はい、もっとあの冒険が好きな人の方が合うと思うんすよへえそっかあじゃあ一緒に、ま、一緒に冒険に行きたいそうい、ね、一緒に行きたい そうあななるるほどまあもちろんなんかうちにいることも私も好きなので別にずっと冒険してなくてもいいですけどははい、はい、うん、冒険が好きな人なんか新しいところ行ってみようよって言ったらのあ乗ってくれる人、うん、行こうよ行こうよって言ってくれる人がなるほどいいですね。でもそれはまあ日本人外国人あまり関係なくていそうですね。そそううですね、うんへ でもね、あの、好奇心旺盛な人は結構好きかもしれない。ああ、なるほど。うんうんうん、そうそう。うん、なんか、うん、なんかいろんなことに興味がない人とかもいるじゃないですか。います別に新しいことを学びたくないっていう人もいるから、私は結構一緒に学びたいタイプ。なるほど。うん、<ー>そう、だから、すごい。うん。うん なんか例えば私あのー、マチュピチュとかにすごい興味があるんですけど中南米の文化に興味があるんですけどはい、はい、そういうのにも私が興味があるって言ったら「はいはい、あえー、じゃあ俺もちょっと学んでみたい」って言ってくれる人の方が楽しいと思いますね。そっかそっかフットワークがが軽くててそそそうそうううう行動力あああってそうこれはあんまりどうだろうあ 日本人女性は結構一緒にいて楽しい人っていうのはよく聞くけど好奇心旺盛な人とかはあんまり聞かない気がするそうですね好奇心旺盛はあまり聞きませんねなんか一緒にいて楽しい人は結構ねえねえ言いますねはいよく聞きますねうんでも結構海外の人ってキュリアスパーソンってよく言う気がしますね確かにそうですね なるほど。そっか、確かに、全然違いますね。ランキングと。そうそう。うん、そう。あとは、あのーま、結構私あるんですけど、すみません。すごい、たくさんありますね。<laughs> はい。はい。あとはあと、<laughs> はい。<laughs> あとですか、あと大事なのは、はい。はい、えっと、コミュ力が高い人。コミュ力ってあ,<ー>あのコミュニケーション能力。これはね、 もう絶対必要だと思いますね。えー、え、これはじゃあ、うん、一番ですか一番。一番大切。一番最後に一番大事なこと言っちゃったけど。うん。<laughs> でも、うん、それはまあ、まあ、付き合っていると、うん、なんか、ちょっと難しい話もしなきゃいけないじゃないですか。ちょっと何か、<う>ちょっと重い話たい、ちょっと大変な話。うん それを上手にコミュニケーション取れるのってすごく大切だ大切ですよねめっちゃ大切だと思いますね絶対完璧なカップルなんていないからそうそう絶対話し合いしないといけない時あるじゃないですかありますね気持ちを伝えるのが苦手な人ってちゃんと自分の気持ちを言わないで後からこう、はい ストレスが溜まってしまって爆発する人とかいるじゃないですか <laughs>。でもそれは本当に日本,、うん、日本人の人に多いと思います。それは。そう,そうそうそう。それは多いと思います。うん。あんまり自分の気持ちをシェアすることに慣れてない人が多いから、かね、このコミュ力はすごい私にとって大事ですね。すね確かに。そう。そ,うそれはあのリストには。 日本人女性が好きなタイプにはあんまりなかったからいやーでもこれは、うん、多分日本人、うん、男性女性両方とも苦手だからあそのそうか前あの一緒に撮った動画でもはあの話しましたけどその,あの察する文化 <laughs> 確かにがあるから多分うん,うん、うん、多分あまり本当に思っていることとかを言うのは 日本人は上手じゃないと思います。そういうコミュニケーションは上手じゃないと思いますね。う,すねうん。言わなくても分かってっていう方が多いかも。でも、<laughs> 僕も苦手だと思います。あ、本当。はい。苦手だと思います。えー、で,でも、でも、なんか、そのか、まあ、外国に行って、海外に住んで、うん、なんかだんだん。 その,そのコミュニケーション能力が、えーうん、ついてきたと思いますねあ。めっちゃいいことですよねでも最初は本当にはい苦手でした。<laughs> 上手じゃなかったと思います。えー、いやでも私もそうかもしれない。なんか日本語って自分の気持ちあんまり直接こうストレートにシェアする言語じゃないと思うんですよ。 そうですね、確かに。まあ、あの、ね、愛してるとかも言わないじゃないですか。はいはいはい、言わないですね。思ってなりますよね。日本語で言ったらちょっと変な感じですね。そうそうそう。うん、そう、うん。だから、確かにはい、あんまりこう、感情表現は日本人はしないですね。でもしてくれる人の方が、私はいいです。<laughs> でもそれは僕も。 外国の人と付き合って、うん、経験して、なんか分かりました。うん、その大切さ。なんかうん、なんかストレスがたまらなくていいですね。たまったらすぐコミュニケーションを取って、話して<う>、うん、問題を解決してそ<う>あの、次に進むので、なんか、ストレスがたまらなくて、本当にそれは、いいですよね。そうそう うん、うん、後から爆発するより全然いいですよね。そう,そう,そ,う,そ,うそうなんですよね。<laughs> はい。うん、確かにう。だからそうやって話し合いしてで絆がどんどん強くなっていくじゃないですか。そうですそうです。そうそういうそういうのがいいですね。なんかそういう,そ,う,いうそのプロセスで絆が深くなっていくのが、うん、その日本人のカップルでは。 あまりないかもしれませんだろうなんかすごいラブラブなカップルって最初から最後までラブラブ最初からずっとラブラブなイメージううんうん、うんうんうん、でもなんかあのー、そんなラブラブなカップルってそんなにたくさんいないじゃないですかうん、うん、でも多分それって多分問題があってそれを問題を解決しないまま ずっと貯めて、貯めて、貯めてきて、<ー>お互い爆発してみたいな。お互い爆発するか気持ちが離れていく、<laughs> そう気持ちがちょっとは。そう,そう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 。はいはいはい、そんな感じ。そうそう、だからコミュニケーション能力は本当に大事。はい、確かに。うん、それは今ミクさんがい、ミクさんが言って、私も思いましたね、それは。 そうあ,あと一つもう一つ思いついたんですけどすいません何ですかんか私すごい条件めっちゃあるやつなん、はい、条件,条件たくさんありますねンクナンバーナンバーワンからナンバーファイブまで、はい、<laughs> ナンバーテンぐらいいってるかもしれない条件っていうか <laughs>、はい、まあ好みですね好みはいはいはいうん、うんまあ、価値観が合うことは本当に大事あ価値観そう何が大切だと思うか が合っていないと最初はあのよくてもだんだんこう離れていくと思うんですよね。そ、うん、そうそう,そう例えばその私は一緒に過ごす時間がすごく大事って思ってるのに、うん、パートナーはもう仕事が一番大事お金を稼ぐのが一番大事って思ってたらもうどん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 気持ちが離れていっちゃう,そうだから価値観が合う。 合っていることはもう超大事 <laughs> 確かにでもその価値観って、うん、あのたくさん時間を過ごして、うん、たくさんコミュニケーションをとってあのそうですねたくさんたくさんコミュニケーションをとらないとわからないですよね。わからないわからない。かないうん、だから最初の方からそういう話をした方がいいと思うけど、うん、多分。うん 普通はしないと思う,う、ね、普通はまずまあ外見から始まるじゃないですか、うんですね、この人タイプだなってそう一番最初はでもまあ,あのお互いのことを知っていくにつれて、はい、もっとお互いの価値観が分かるようになってくるうん、うん、でそこから付き合い始めた方がうまくいくと思います私の経験からも言えます、うん、そうですねあとあの 日本人って結構3回目のデートで付き合うって言うじゃないですか。うん、うんうん、そうなんですかはい。なん,かえー、なんか最近日本に帰ってその、まあ、友達とかと話してると、うん、なんか今ってアプリで,あプリでいろいろマッチングアプリでいろ,んないろいろな人と出会えるじゃないですか。うん うん、でなんかそれで友達の話を聞くとなんか明日は3回目のデートだから付き合うか付き合わないか決めなきゃいけないえ <laughs> ちょっと何それそんなルールないでしょででそれでちょっとびっくりしましたねなんか、えー、あ日本ではこういう風に付き合うんだって思いましたへ <laughs>、えー でもなんかそうですよね。うん、うん、うん。3回目のデートで告白をするのは、多分まあ、今の日本ではスタンダードかもしれないですね。ええー、私も全然わかんないわ。すごいです。すごいですよね。<laughs> 知らなかった。ええー。そう。ね、そかなでもさ3回のデートじゃ本当に何もわかんない。何もわかんない。何もわかんない。でも多分もっとうんうん。うん 日本人は多分、付き合ってからいろいろ知っていく感じですよね、なんか。そうですね。付き合ってから、そ,ね、その、なんだろう、もっと時間を過ごして、お互いを知っていきますよね、<laughs> なんかうんうん、うん。そうですね。だから結婚するまでに大体2年、3年ぐらい待つ人の方が多いかもしれない。うん、年齢によるけど。 はい,はいそうですねもう例えば20代後半で、うん、あの結婚を考えた真剣なお付き合いだったら、うん、もっと最初にお互いのことを知ってから付き合い始めると思うんですけど、はい、まあ20代前半とかだったら3回目のデートで告白するっていうのはありそうですね。私よくわからないんでですけどでも僕 <laughs> 僕の友達、ん友達、知らんけど、<laughs> 僕の友達31歳ですよ。31歳とか、<あ>30歳で。でもうなんか3回目のデートで、結婚を前提に。いや、早くない付き合うか付き合わないかって言ってました。そうなんだ。それは本当にびっくりしましたね。びっくりですね。うん。そうなんですよ。 Thank you so much for listening. If you like this video, please don't forget to hit the subscribe button and leave the comment below. Thank you so much again, and I'll see you guys in the next video.